ピエール・コルネイユ、ピエール・コルネイユ、ピエール・コルネイユ、1六百六年六月六日から六百八十四年十月一日は、十七世紀フランス、古典主義の時代の劇作家で、ラシーヌ・モリエールと並び称される。代表作の悲劇、ルシット、百三十七年により、名声を博すが、古典主義で重要視された三日の法則に従っていないとして、 非難も浴びた。彼の肖像はかつて、フランスの百フラン紙兵に描かれていた。コルネイユは、ルーアンで生まれた。父親は小管理のピエール・コルネイユ、母親は、マルトルパさん。厳格なイエズス会の教育を受け、18歳になると、法律を学び始め、法職に就くが、成功はしなかった。父親はコルネイユを、ルーアンの役所に入れた。 コルネイユはヨガを利用して最初の美曲を書いたがそれが何なのかは正確には分かっていない。分かっているのは1629年に喜劇メリット・ミリティを書いて旅芸人一座のところに持っていったということだ。それは気に入られ一座のレパートリーとなった。それがパリで成功するとコルネイユは定期的に劇を書き出した。同年パリに移り、 フランス演劇界の人気劇作家の一人になった。メリットなど彼の初期の喜劇は流行の先端を行くパリ子たちの言葉遣いやマナーを反映させていて、それまでの伝統的なフランスの衝撃とは全くかけ離れたものだった。コルネイユは自身の喜劇のバラエティさを紳士階級の会話の一枚の絵と語った。そして1635年、彼は最初の悲劇。 目で目でイ、19歳年下の弟で、劇作家のトマ・コルネイユは、1693年初演のシャルパンティエ作曲の同盟歌劇の台本も手掛けている、を書いた。1634年、コルネイユは、さらなる注目を集めた。リシュリュウ教がルーアンを訪問することになり、コルネイユはそのための詩を書くことになったのだが、その詩が、リシュリュウ教に気に入られ、リシュリュウはコルネイユを、 五人の詩人の帰れ三句をターズの一人に選んだ。ちなみに他の四人はギヨーム・コルテ、フランソ・アル・メテル・ド・ボア・ロベル、ジャン・ド・トルー、クロード・ド・レストワールだった。この五人は美徳を高める新しい劇を望むリー・シュリューのビジョンを実現するために選ばれた。リー・シュリューがアイデアを提示し、それを五人は劇の形にするのである。だが、 リシュリューの要求はコルネイユにはあまりに制限が多すぎた。コルネイユはリシュリューが線引きした教会の外側に活路を見出そうとした。当然、雇い主と雇われ作家の間に確執が生じた。最初の契約期間が過ぎた後、コルネイユは会を去り、ルーアンに戻ることにした。その翌年、コルネイユは彼の代表作といえるルシットを書いた。 元になったのは、スペインの劇作家、ギジェンデカストロイベルビス、1569年から1631年の書いた、シットの青春モーセダットスデルシド、1621年。一説には1599年ともで、中世スペインの武人ドドリゴディアスでビバール、エルシットの伝説に基づいている。1637年のオリジナルの版では、 悲喜劇という副題がついていた。古典的な悲劇、喜劇の区分けを意図的に無視したという表明だった。ルシッドは記録的な大ヒットとなった。しかし、激しい批判の的となった。俗に言う、ルシッド論争である。リシュルー教のアカデミー・フランセーズは、劇の成功は認めはしたが、その劇には、劇の鉄則から外れていると主張した。劇の鉄則である、 筋の三一致の法則、劇はついたちの間、一つの場所で、一つの行為だけで、完結しないといけないが守られていないというのある。全く新しい形式の、ルシッドは、国家が文化活動を支配しているという主張の具現化でも、あった。リシュリューはアカデミーに、これまで、道理、フランス語を順化、統一させる一方で、ルシッドの分析を命令した。一方で、 ヒロインの行動が不道徳だと、パンフレットによる、球団キャンペーンを繰り広げられた。こうした攻撃は、劇場は、道徳的教育の場であるという古典的な理論に、基づいたものだった。ルシットに対してのアカデミーの勧告は、ジャンシャ・プランの本、引き劇ルシットに対するアカデミー・フランセーズの意見、センタメンツ・デール、アコダミ・フライシサー・エレ・トラー・ギー・コーマリ D U ・ディ・ユー・シド、 1638年に詳しい。また、著名な作家ジョルジュ・ドスキュデリーは、ルシッドについての批判アブザーベーションス・スール・ルシド、1637年という劇の中で、詩意批判を行った。もはや論争が手には負えないものになり、コルネイユは、ルーアンに戻ることにした。彼が作品の不評のたびに筆を折ることは、しばしばだったが、この時が、その最初だった。 コルネーユが劇作に復帰したのは1640年のことだった。ルシッド論争で、コルネーユは古典的な劇のルールに最新の注意を払うことにした。その証拠は早速作品に現れる。オラース、ホレス、1640年、リシュリューに検定、シンナ、キンナ、1641年、ポリウクト、1643年はいずれも古典的な悲劇だ。 この三作と、ルシットは、一般に、コルネーユの四大悲劇と呼ばれている。さらにコルネーユは、アカデミーの批判に応えるため、三一致の法則に近づけた、ルシットの複数の改訂版、164年、1660年、1682年、も作った。そこにはもう、悲劇の副題はついておらず、代わりに、悲劇となっていた。 1640年代中頃には、コルネイユは絶大な人気を誇るようになっていて、最初の儀曲集も出版された。1641年には、マリー・ドランペリエールと結婚、7人の子供を設けた。1640年代の中頃から後半にかけて、コルネイユは多くの悲劇を書いた。ポンペイの詩、LA、モートでポンピ、1644年初演、ロドギューヌ・ロドグネ、 1645年初演、テオドール・ティードー、1646年初演、エラクリウス・ハー・イクリース、1647年、初演。さらに喜劇も一本書いている。嘘つき男コルマントは、1644年である。1652年、ペルダリとパーツアイドが不評で、落胆したコルネイユは再び筆を断った。その代わり、トマス・ア・ケンピスの、 キリストにならいでの翻訳に没頭し、それは1656年までかかった。コルネイユが劇作に戻ったのは1659年になってからで、その時書かれたエディップ・オエジペはルイ14世に大変期に入られた。その翌年、劇的史に関する三つの会話とロワ・ディスクール・スールル・ポム・ダラマティックという本を出した。この本は、 ルシット論争に対する返答のように見える。本の中で、彼は古典劇の鉄則の重要性を解きながら、同時にルシットでその鉄則を破ったことを正当化している。彼はこう主張する。三一の法則のよりどころであるアリストテレスの劇の指針は決して文字通りに読むものではない。解釈は自由である。古典劇の鉄則は確かに間違ってはいないが、だからといって、 スタイルの革新を先制的に抑圧すべきではない、と。復帰後のコルネイユは、やつぎばやに作品を発表した。1659年以降の14年間、1年に1本のペースだった。しかし、初期作品ほどのヒットはなかった。そのうち、他の作家たちが人気を得始めた。1670年、コルネイユは、ライバルのジャンラシーヌと同じ題材の劇を強作した。 もっとも、二人とも共作になることは知らなかった。そうでないと説もある。同年11月、両者の劇が相次いで上演されたが、コルネイユのティトとベレニスは、ラシーヌのベレニスに完敗した。モリエールもまた当時の人気劇作家だが、そのモリエール、並びにフィリップ機能の協力を得て、コルネイユは、喜劇、プッシェ、1671年を発表した。しかし、 復帰後コルネイユが手掛けた作品のほとんどは悲劇だった。金曜も、l とイソン・ディー・オア、1660年、セルトリウス・セルトリアス、1662年、オトン・オースン、1664年、アジェジラス・エイジ・サイラス、1666年、そして、アッティラ、アッティラ、1667年。コルネイユの最後の作品は、悲劇、シュレナ・スレニア、 1674年である。この後、彼は劇作から引退し、パリの自宅で亡くなり、サンロックに埋葬された。記念碑が建てられたのは1821年になってからだった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。